チャンネル木曜日で総チェック。木曜日も総チェックということでね、総チェック、総チェック、総ツイップですございます。さあ、ということでもう8月も、えー、今日で終わりです。えー、どうですか夏休み。子供の皆さん。もう明日から学校ですかもう学校行ってますかね。地域によって違うと思いますけども。夏休み終わりです。8月ね。さあ、ということでね、えー、佐々木チェック行きましょうということで総チェック。まずはパリーから、ソートバンク対オリックス。 え29日7対0でソートバンク。そしてえ、30日4対8でオリックス。で、1勝1敗残るという形でね、えー、行きましたけども、え29日で、ね、7対0でソートバンクというところで、オリックス先発ね、ワゲスパック。3回92球、8アンド5三振、4四球、1デッドボール7失点と、まあ、前回のようなね、 えー、頭等ぶりはできなかったというところで一気にやられるっていうね。で、ソートバンク先発、先発ね、シュワーズジュニア。7回116球、6ワン5三振3四球無失点っていうね、えー、ところでしっかり0点に抑えるというところでは、ま、あこれはね、もうね、えー、序盤のね、えー、得点が大きかったっていうところで、ソートバンクはね、いきなり初回から、ワンアウトからね、えー、野村柳田近藤連続ヒットで満塁。 で、中村のね、えー、セカンドフライ。ここでね、三塁ランナーの村磯美、タッチアップね。ちょ、セカンド後ろ下がりながらね、こう、ね、こう、更新しながら取ったというところで、その補給体操を見てね、えー、ホーム、ね、ヘッドサイニングセーフ。ぶっそね。で、その後ツ、ツーアウトに三塁からマキャロのタイムリー。で、三森フォアボールで今宮のね、タイムリーっていうところで一気に4点。ね。で、3回にも、三森がね、え、先頭でレフト前ヒット。今宮アウトになるけども、回、行くみ、ね、連続フォアボール。この連続フォアボールがね、ワケスパック痛かったけどね。 で、えー、最後にね、ツーアウト満塁からやらにきり、操作一生のね、えー、タイムリースリーベースを打たれるっていうね、タイムリーツーベースを打たれるっていうところで、一気にね、えー、7対0。ま、あこれでね、勝負あったっていうところだけども、ま、あね、オリックスもね、序盤チャンスあったんだけども、その中で最後一本出ずっていうところで、まあ、1回2回4回ね、初回もね、えー、ツーアウトからだけども、中川も連続ヒットでツーアウト一緒に、ここでトングがね、セカンドフライでアウト。えー、そして、 え、二回もね、四点取られた後、え、胸フォアボールをくれば、センター前っていうところで、ノーアウト一塁のチャンスくるけども、え、ゴンダレツギボー渡辺がね、一本ですっていうね。で、その後もね、え、四回ね、え、ランナー二人出すけども、ツーアウトに三塁から渡辺は三振っていうところで、ね、最後はね、え、このスワッツジ代のね、え、ストレートを力負けっていうね。まあ、でもストレート力負けしちゃうと、スワッツジ代のね、ペースになってくるから、あそこをしっかりアジャストできるかどうかっていう勝負ところでね、まあ、しっかりね、チャンスを作ってただけにね、 まあ、その後ね、ソードバンクに一気に大量得点をされて、流れを一気に持っていかれたかなっていうね。で、ソードバンクはね、四死球を絡めね、一気に3回7点で、これもゲーム決めるっていうところではね、完璧な長崎でのね、試合展開だったんじゃないでしょうかっていうね。30日ね、ペイペイドームに戻って、ソードバンク対オリックスっていうところで、まあ、8対4ね、オリックスの勝利になりますけども、 この試合はね、もう全く逆転のね、え,ーえ、前日の試合と逆見てますかっていうようなね、えー、試合展開出した、でしたけども、えー、ソードバンク先発有原ね、6回3分の1、95球、1安で43、29、8失点とね、えー、いうところで、山本相手じゃないといいピッチングできれるかっていうんで、山本にはね、山本キラーでオリックス達成抑えてた中でね、えー、今日は大量失点。 オリックス先発で、ね、田島、久しぶりのね、えー、先発っていうところで、5回87球、5アンダー8三振無四球1デットボール3失点とね、えー、っていうところで、山下がね、まあちょっとね、腰の影響で抹消したところでね、この田島が帰ってくるっていうね、えー、ところのこのバックアップ、まあこれね、田島がいい形でね、怪我っていうところが復帰してね、投げれたっていうところで、確か3ヶ月ぶりのね、えー、先発登板になったと思いますけども、非常にね、えー、いい形で、 チームとしてもね、この選手が一人抜ける危機のところでね、ちょうどタイミングよくね、田島が帰ってくる。5月31日ね、広島戦以来っていうところなんで、ね、そういったところではこのね、オリックスのね、この今のいい流れっていうのがいい来てるかなと思いますね。その中でね、オリックスは初回からね、えー、この日ね、大量入れ替えね、渡辺とかね、広岡とかね、大量、えー、入れ替えをしてっていうところでね、ここがね、やっぱりね、これ前も言ったけども、オリックスのね、いいところで強いところなのよ、もうね。 調子を落としてると、ダメやと。もう、パーン !2 号、茶菜調整上げてくるよーって言って、上げてきたら、なんとね、えー、この試合、えー、昇格すぐのね、えー、1番、池田ね、えー、成績で言えば4打数3で打、いきなり猛打賞です。この強さよ、ね。ダメだったら落とすよつって、その代わり上げるよつって、来たやつが打つんだよ。この,まあ、このね、好循環、勝利と育成の好循環ね、ダメだったら調整っていうね。 これがね、ものの見事にね、それが現実にみなってそれがハマるっていうね、試合でしたけども、いきなり先頭からね、えー、池田が、えー、ライト前ヒットで出て、まあ、胸中がアウトになるけども、森フォアボール、そしてツーアウト一塁からトングーね、有原のフォークボールが抜けて高めに浮いたところを見逃さずね、レフトへ先制のスリーランホームラン。で、2回はね、えー、ワンアウトから、えー、若月のサードゴロ、野村、野村勇ね、さ、ファーストへ悪送球。そんなゆっくり余裕ぶっこいてっからなんね、冒頭悪送球にね。で、来た三振。で、またね、池田がレイ普段、レフト前ヒットで、ね、 で、ツーアウトに三塁、えー、なってからの、胸が、ライトへ、二点タイムリーツーベースっていうね、えー、ところで二点取って、で、中川のね、レフト前ヒット。ここでレフト前ヒットでね、こう、セカンドランナーね、この胸はね、三塁止まるんだよね。で、それ中川がセカンド狙って、一、塁間で中川が挟まれてる間に、胸が帰ってくる。まあ、グストーリーなんだけども、ファーストのマスラ、ね、サードランナー全くケアしないで、そんなずっと湧いていって投げたらね、それは来るよ。 あの、胸はね。あれはね、もう警戒しらさすぎ。え、サードランナーいないんですかぐらいのね、無警戒のね、ランナープレイになったけどもね。ま、あそこをついてね、胸がしっかり走うね。で、3回にはもう、2打席連続でね、トングーがホームランを打って、一気にね、7対で昨日とは逆転っていうね。ま、あこれでね、結構安泰でね、試合流れるかなと思ったけども、4回の裏にね、ソースバンクは近藤がホームラン。で、5回の裏にはね、ダイミネイがツーランホームラン。 で、6回にはね、ワ1アウト1、三塁から7番ホーキスがね、犠牲フライっていうところでね、じりじりとね、4点取って7対4、3点差なるんだけども、7回表にね、先頭池田がまたね、センター前ヒット。でね、胸がセーフティーバンド気味に送りバンドしたところ、ミネがね、悪送球。ね。で、ノーアウト1、塁だって中が送りバンドで、森の犠牲フライ。これでね、これ8点目でちょっと勝負あったかなっていうね、流れになったかなと。で、オリックスはね、田島が、しっかりね、5回までしっかり投げて、 その後ね、え、小木田、宇田川、阿部山崎、総一郎って言ったところでね、え、しっかり抑えきた。小木田もね、え、6回ね、この3アンダーでピンチつけるけども、このホーキーズ、ね、犠牲フライで抑えたっていうところが大きかったね。あそこでパーンって連打で繋がってたらね、ちょっとね、わからない状況になってきたけどもね。ま、あこのね、1、2戦目、大きくね、えー、対照的な試合展開になりましたけども、今日は和田宮城っていうところでね、え、両サウスポーっていうね、え、中でどういうピッチング、どういう結果になるのかっていうところで、オリックスはね、 もうこれもまあ優勝に向けてね、っていうところだし、ソフトバンクはね、エクアラス争いね、ちょっと楽天も詰まってきてるんでね、ここは負けられないね、どっちがカード勝ち越すのか、勝負ところね、一戦となります。 ついで、えー、楽天対西武、え二、ー、29日2対1で楽天、そして、えー、30日6対4で楽天、さよなら勝ちということで、楽天現状2連勝っていうね、ソフトバンクが一勝一敗、これでゲーム差、1ゲーム差まで詰まってきた、楽天一気に行くのか、ソフトバンクがまさかの大型補強で B クラついて転落するのか、っていうところで、29日で、ね、2対1で楽天っていうところで、えー、楽天先発の乗本ね、6回3分の2、103球、5安打、4三振、2失球、1失点というところでね、初回の三振ゲッツがね、大きかったかなと、これでね、 一気にリズムに乗ったかなっていうねその初回の攻撃ね西武がね、えー、源田がレフト前ヒットでねノーアウト、一塁から佐藤ねスリーボールツーストライクというところでね盗、えー、塁ねなるんだけども自動的にスタートになるんだけども佐藤がね空振り三振でここでね、えー、源田が盗塁アウトでダブルプレーっていうね。 ここ佐藤もね、バット当てなきゃいけないっていうところあるけどもね。で、西武先発バ,ツバツもとね、8回113球、2安打63、1四球2失点と、まあ、5回のみ、このね、5回のね、ワンアウトからね、岡島がツーベース。で、鈴木大地三振取るけども、ツーアウト2塁からフランコンでね、レフトスタンドでツーランホームラン。もうこれだけだからね、だって2安打しか打たれてないんだから。 5回の2本のヒットだけだからね、ホームランを含め、ね、これはもう攻められない。でセー,バーは、ね、もうミスが響くというところで、まあ、さっき言ったね初回のノーアウト1塁、佐藤が、ね、三振2これ最悪で当てなきゃというところもあるし、6回表ね、ね岸でツーキシリベース、源田、フォアボールノーアウト1塁からね佐藤、送りバンド失敗というところで、ここもね、 しっかり決めないとっていうね。ま、あここはね、ファースト鈴木大地がね、ナイスチャージー。めっちゃ突っ込んできてね、サードアウトにしたっていうね、えー、鈴木大地のね、プレイ、グ、ね、ッペ、ね、佐藤バート。と。で、7もでノーアウト1、2塁でね、渡辺レフト前、ね中村フォアボール、ノーアウト1、2塁からね、戸崎のレフトフライで、ね、ここね、セカンドランナー渡辺ね、あの、レフト島内がね、ちょっと後ろ下がりながら取ったっていうところで見逃さずね、3塁へタッチアップ。 グファンダー、グストーリー。で、その後ね、えぇ、ー、アイトのショートゴロのね、えぇ、ー、間、ダブルプレイね、えー、崩れの間に1点を取ってね、1点差っていうところで、これはね、もし渡辺のね、プレイがなかったひょっとしたらダブルプレイで終わってたかもわかんないし、えぇ、ー、無得点になったっていうところもあるんでね、この渡辺のね、三塁進塁っていうのはね、非常にく。 でもこれ1点のみっていうところで、ここでパンパンパンって入んでね、行きたかったところだけども、まあそこはね、え、しっかりの,の、乗り元が投げ切ったっていうところと、乗り元のね、え、あと追加ね、リリーフね、え、鈴木、そして渡辺松井とね、え、しっかり高リリーフ。ピッチ。ね。でも9回ね、松井もね、昼間、そしてその先で連続フォアボールでね、ノーアンチー一塁、最後ピンチ作るけども、相手がね、サードゴールで終了っていうね。で、続いてね、30日の試合ね、え、これまさかまさかっていうところでね、 西武先発ね、今井。8回125球、8安打五5三振、4四球、2失点と。まあ、もう今井のね、3、4四指示球はね、もう、通常は多んだこれは問題にしちゃう。これあんまりね、問題にすぎるとね、いい球いかなくなる。まあ、これ十分でしょ。2失点ね。で、楽天先発、藤平ね。5回78球、二安打二三振、一四球、1失点。グッピッチ。球数も少なかったしね、いいところのピッチングできたんじゃないでしょうか。ね。で、西武はね、3回表ね。 平野がね、スリーベース。で、ここがライト前ヒットっていうところでね、え先制点。上げるけども、楽天はね、3回裏すぐにね、下位打線から、村林えヒット。で、お、ごうがアウトになるけども、安田レフト前。で、1番フランコがね、戦隊同点タイムリーの2番島内、二番島内がね、タイムリーヒットと一気に逆転。このフランコ、島内の1、二番コンビね、これがね、見事に成功するっていうね。で、これもね、すい、行くのいい感じでね、ピッチャー抑えながら、そしたら9回ね、松井幸が出てきて、まあ、前の日もね、殺球点に2つのフォアボール出してるけども、 この日も2アウトからね、えぇ、ー、昼間がレフト、2ーベース。さすが左キラーっていうね。で、その先が、えー、同点のタイムリーツーベースで、えー、同点になって、その後2アウト2塁から平沼タイムリーヒット。で、ここがまたタイムリーっていうところで、一気にね、4対2逆転。いや、このまま終わるのかと思ったら、9回ね、えー、ピッチャー増田に代わって、小深田、セカンド、富崎ファンブレーラー。 痛いトノサキのヒットね、おかげで追いついたけど、このトノサキのエラーが痛い。で、島内センター前。で、辰巳がね、えレフトでタイムリーヒット。で、ノーアウト一塁から、浅村が、レフトスタンドで、逆転サイナルスリーラン。グッドスパイラルーダイスームこれで三位。ソートバンクと1ゲーム差。この大逆転は大きいね。ここ分岐点になるかもしれない。あっとか、ーブトノサキのヒットで追いついたけどね。エラーで。痛いね。やっぱそういったことはちゃんとしなきゃいけないっていうね。 戦もね、頑張っていかないとこのままじゃったら最下位になっちゃうよっていうね、えー、ところもありますけど、現状ね、えー、楽天の2連勝っていうところで、えー、今日は、えー藤、隅田、ね、両サワン対決っていうところでね、またランダー戦になるのかどうなのかっていうね、ミスしないでね、両チーム戦うことが必須かなと思いますね。さあ続いて、ロッテで日本ハム、29日6対0でロッテ、そして、えー30日、えー、2対3で、 日本ハムっていうね、ところで今現状一勝一敗残るっていうね、ところになってますけども。まあ、29日ね、えー、6対0でロッテロッテ先発大島ね、8回122球、5安ン7三振、191レッドボール無失点と。まあ立ち上がりね、ちょっとバタバタしたかなと思ったけども、まあピンチの時ね、最後ね、初、初回ね、えー、逆弾もね、それまで多かったけども、追い込んでからね、このピンチになってからインコースストレート、インコースストレートっていうところでね、えー、2射連続三振で非常にね、このストレートは良かったかなと。で、2回ぐらいにね、ロッテは4得点取ってくれて、まあこれでね、かなり大島としてはね、楽な展開になったかなと。 ねえ、先頭、岡、フォアボール。で、佐藤、ライファンヒット。ノーアウト、一塁からね、えー、山口のピッチャーゴロの間に、一三塁になって、和田のね、ファーストゴロ。これ、一点取るんだけども、ファーストの村ね、あやっぱ取れないきゃいけないよね。逆シングルで。そんな飛びつくとかじゃないからね。で、それを弾いて、まあ、セカンドに行ったんだけども、まあ、セカンドとね、えー、和田の競争になるんだけども、ま、あそれは和田がね、汗が早いから、ファーストの内ア,アンダーになって、で、一塁から藤原がね、ライト前ヒット。藤岡がね、和田のと満塁から、走者一走る、ツーベース、宇宙間。 ここれでで一気にというところで日本ハム先発マーベル、ね、1回3本のみ42球、5安打 3−0、2−9−4 失点と、まあ、カウント球もね勝負球も同じような球になっちゃってこれ、ね、メリハリが全くなかったなというところでねえ結構追い込んでからね苦労したかなというところをまあ通過されたかなというね。 で、六回、ね、ロッテはそこでね、しっかり4点取って、で、その後ね、小島がしっかり抑えて、で、8回ぐらいね、えー、ピッチャー吉田構成に代わって、岡田2ベース。で、佐藤送りバント決めて、ワンナウト3で。ここね、犠牲フライでもなんとか1点取って、終盤のね、ダメ押しにしたいっていうところで、山内がね、えー、ツーランホームランっていうところで、一気に6体で、ね、ダメ押しっていうね。まあ、日本ハムはちょっと攻めてがなかったかな、っていうね、えー、ところで、まあ、ロッテのね、圧勝になったかなと。 続いてね、30日、ね、三、えー、3対2で日本ハムっていうところで、日本ハム先発ポンセね、6回94球、6アンダー734、1 9 1球とね、ちょっとロッテキラーに、ね、なりつつあるっていうね。で、ロッテ先発カツイヨ、6回77球、3アンダー5無四球11こちらもね、いいピッチングの中でね、えー、したけども、日本ハムはね、4回表、先頭松本がレフト前ヒット、で、奈良間が送りバンドを決めて、で、さ、清宮の時にね、ファーストライナーね、で、そしてセカンドランナー松本が飛び出してるのを見て、山口がね、セカンドで投げた悪送球、バーッ でランナー3塁だって万波のね先制タイムリーにつながるんだけどもこれ8月、ロッテがね26個かのエラー一番多いのよ12球団でバーッと。ね、でえでもその代わり、ね、ロッテはその後ねしっかり角中がツ、ね、ーベース。 で、山口セカンドゴールでしっかりぬいだ。こういったところね、しっかりグッパってね。大事で、佐藤がショートフライで、これ1点取れないのかなと思ったら、ツーアース3塁からね、安田がえ同点タイムリーヒットでね、行って、これはね、非常に大きい。安田もね、サードね、しっかりなって、ブロスを追いなくなったんでね、2軍行ってね、ここしっかりその段階でね、出していかなきゃいけないっていうね。で、え、日本はね、7回表、ピッチャーね、カッから横浜に変わったところで、マルティネスがね、センター前ヒット。で、古川送りバンドをね、しようとしてファールフルアウト、バーン。 ちょっとここをきっちりやっていかないとね。でもしかもその後ね、野村がアウト。でもこれでね、ああ、チャンスついえたかなっていうところでね、えー、ワンボールのライト前ヒット。一三塁作って代打軍事がね、ライトへタイムリーヒット。で、松本がね、続いて、しっかりこれ2点を取ってね、えー、しっかり勝ち切るっていうね。まあ9回ね、田中誠意が出てきて、ロッテはね、角くらライト前、山口ライト前でノーアウト一三塁チャンス作るんだけども、ここでね、佐藤のライトに犠牲フライ1本。これはもうね、 日本ハムとしたらこの犠牲ぐらい一本もう上等だからね。で、その後安田ね、えー、アウト。他続けども、藤原がね、えー、三振っていうところでね、一点差詰めれず。で、ロッテはこの試合ね、三つもまたエラーしてるからね。 そういったところではね、ちょっとそこら辺がね、まあそれでもまだリーにいるっていうところがね、まああれなんだけどね、まあ丁寧に戦わなきゃいけないんじゃないのかなっていうね。で、今日、えー、ロッテはね、えメルセデス、そして、えー、日本ハマン田中っていうところでね、まあメルセデスもね、状態上がってきたんでね、ロッテはね、ちょっとここでバレンパイするわけにはいかないっていうところもあるんでどうなるのかっていうね、まあ日本ハマーをね、若手のガンガンと勢いでね、えっ、ー、と、そこをね、一気に飲み込んで、今回もね、勝ち越しするかっていうところもあるけども、今日は佐々木千葉テレビで解説なんでね、行ってきますので、ぜひ千葉テレビ見てください。 現状で1勝1敗のゴム。カード勝ち越し。どっちになるのか。さあ、続いてセリーグ。中日対ヤクルト。29日3対0で中日。そして30日3対2で中日。ということで、現状中日に連勝中ですけども。なんと5位、ヤクルトと2.5ゲーム差。今日勝てば1.5ゲーム差。中日最下位脱出もありえるよっていうね。ヤクルト、リーグ優勝から最下位。これはやばい。なかなかない。っていうところでね。えー、どうなるのか。中日も上がってきたっていうところでね。 で、えぇ、ー、二十九日の試合ね、三対零で中日っていうところで、中日先発枠にね、七回八十九球、五安で六三七、一四球無失点と、まあストライク先行でね、勝負できたっていうところが非常に良かったかなと。で、まあね、え七、ー、イニング投げて、で、初球からね、ボールボール、ツーボールになったのは一回だけっていうね。 この制球力っていうところでストライク先行でどんどん攻めるっていうところがね枠の良さをねさらに引き出したからとしかもその中でねしっかりストライクも投げてね抑えに行ってるんで相手はね追い込まれる前に打ちたいというところでね球数も少なくなって7回、89球非常にグッピッチねヤクルト先発、ね、サイスニード6回、84球6アのダ3、3、42 9 2失点というところで初回の、ね、こうツーランのみだからね 初回のツーランホームランのみっていうところはね、これはちょっとね、あのー、攻められない。ね。えー、初回、岡林がレフト前。で村、村松が送りバンドを決めて、ワンアウト二塁からね、ホスカのツーランホームラン。もうこれだけだからね、これは攻められた。で、中日はね、初回の頃ね、ホスカのツーランホームラン。で、その後にね、4回、6回、7回とね、ダブルプレイでね、チャンスを潰していくっていうところで、これどうなるんやっていうところはあったけども、まあ、4回で、えー、ワンアウト一塁から、リュウクが6、4、3、ダブルプレイ。ね。 で、6回、えー、先頭細川、フォアボールで出るけども、石川が643ダブルプレイ。えー、そして7回、えー、ワンアウトからリュウクがね、フォアボールでランナー出るけども、代打カルシテが643ダブルプレイっていうところで、ことごとくね、チャンスをね、もっとさらに作れない、チャンスをね、物にできないっていうところで、流れが悪かったけども、やっとね、 8回ね、えー、2アウト3塁からね、高橋がセンター前タイムにヒット打って、まあ、これがね、3点っていうところでダメ押しになったけども、ヤクルトはね、もう全体、全車ね、全体通して、もう連打楽ね、ちょっと打つ手なしっていうね、単発で終わっちゃうっていうところでね、なかなか得点するのは難しかったからっていうね。で、30日、3対2でね、中日っていうところで、中日先発ね、小笠原、ね、6回116球、5安打で9三死、西9球2失点と、 結構ね、力入れてね、全力で投げてたなっていう印象。ストレートも力あったしね。で、その中でチェンジアップね、変化球っていうところで、相手打線としてはね、やっぱりそのストレートの勢いにね、負けて、チェンジアップね、低め空振りするっていうところも多かったから、まあ今日の試合のコートはね、もうとにかくストレートがね、めちゃくちゃ走ってた、力強かったっていうところは非常に良かったかなと。で、ヤクルス先発、コーはね、4回72球、7度434、1、球三3、1点とね、まあ1回から3回は、ね、までね、ち、え、ょ、ー、ちょ、ね、ちょ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 、ち と石川アウトになるけども、ツーアウト一三塁からね、宇佐美がライト前タイムリーヒットです先制。で、えー、2回もね、ツーアウトから、小笠原のツーベース、小笠原のピッチ。こういうところよ、小ねで、その後岡小林がセンター前タイムリーを打って、小笠原がチャンスメイクして、小林が返すという2点目。 で、3回の裏にもね、えー、ツーアウトにいるから大島のね、ライトでタイムリースリーベースっていうところで着地戦3点取って、あとは小笠原がね、高投していい形になったんだけども、まあ、7回ね、浜田フォアボール、で、ね、長岡センター前ヒットっていうところでね、で、代打川端がね、えセンターへのポテンヒット。で、ここでノーアウト満塁になってね、で、ピッチャーが藤島に変わって、で、ここでね、内山がセンターへのタイムリーヒットで、セカンドランナーも帰ってきて、2点、3対2、なおもノーアウトになるんだけども、一塁ランナーが川端に代わって代走ね、竹岡。 なぜか32って立っちゃうと、バッと。嘘やろ。ノーアウト、満塁、ね。で、3点差。そんなサードで100%セーフじゃないと言っちゃダメなんだよ。で、もそれでアウトになって、で、その後ね、山田テスト、セカンドフライ、オスナ三振で、得点ね、同点に追いつけずっていうところで、あそこはもうセカンドストップでノーアウト一塁で、山田オスナっていうところとまだね、どうなってたかわかんない中、 なぜにある三塁ってアウトになったあの走塁はね、で、その後ね、結局一点差で負けるっていうところで、あの走塁はね、バーン痛かったかなと。あと、ヤクルトはね、6回の表、ね、1、えー、アウトからオスナ中村が連続ヒットで、1アウト一三塁チャンス作るけども、村上三種が連続三振。ここで1点ね、えー、取っときたかったっていうところもあるしね、ね、えー、4回にもね、えー オスナ、中村がね、オスナヒット、中村フォアボールで一、二塁、ワンアウト一塁、チャンス作るけども、村上がライトフライ。で、サンタナがね、ライアンダに出るけども、浜田が三振というところで、ね、4、6、チャンス作るけど、一本出ない。で、7回はね、この走塁っていうところの暴走でねえ、チャンスをね、拡大できないというところでは、ちょっとね、痛い敗戦になったかなと、ね。ね、中日はねえ、そこはしっかりね、7回2点取られたけども、ね、フジテショヘイリス、マルチェス、リーフ、ピッチ、ね、5秒まで2.5秒差、どうなるのか。 続いて巨人対広島、29日4対5で広島そして30日1対2で広島ねで今日、岐阜に移ってっていうねえところになりますけども現状ね、ね広島が2連勝っていうねところで、えー、29日、ね、4対5で広島、だここね難しいのよ巨人と広島ね戦いっていうところででもう1個はね横で、えー、阪神対 d n a がして巨人としてはねあの d n a に負けてほしい。 ななぜなら3位ン行きたいからね、最低でもでもそうすると阪神がもう優勝独走しちゃう優勝届かない d n a 勝ってほしいあでも勝っちゃダメだめだという難しい問題っていうね、えー、ところがあって d n a としてもね巨人負けてほしいそしたらもう3位確定になるけどもでも広島勝っちゃうと2位が遠くなる広島負けてほしいえ巨人も勝っちゃうとついてきちゃうっていうねこ難しいねこうクロスでの試合の、ねえー、展開になるけども、まあ、29日、ね、4対5で広島というところでこの試合は、ね、テーマ。 指定でホームランも弟子の勝ちっていうね、えー、ところはありますけれども、これはね、まあ末金の長度っていうところだけどもね。で、広島先発クリね、6回3分の1、116球、9アンダー、8三四194、失点。で、巨人先発山崎より、6回115球、7アンダー4、4三4 194、失点。こういうね、両先発、まあ失点はしてるけども、コース、低さ、丁寧に投げてたし、しかそんなね、めちゃくちゃ俺は状態悪かったと思えないけども、相手ね、両チームの打線がね、よくそれね、厳しいところも対応してきたかなっていうね、えー、ところが、えー、あります。 で、この試合ね、序盤0対0で迎えた5回の表ね、2アウトから田中がフォアボール。で、2アウト1塁から小ノがね、ライトに2ベースっていうところになるんだけども、これライト長の方がね、若干ファンプルするんだよね、取るとき。で、ファンプルしたのを見て、1塁ランナーの田中がしっかりホームインしてね、グッソ類なんだけども、長野バーンって、ね、で、これ先生。 で、6回の表にはね、デビッドソンのレフトスタンドへソロホームランっていうところでね、巨人カモだからね、デビッドソンからしたらね。で、これ2点であんまこのまま行くのかなっていうところで、巨人はね、6回裏ね、ワンアウトからね、長野のホームラン。で、ここからね、一気に流れが変わって、で、角脇秋広がセンター前、えライト前ヒットっていうところでね、ノーアウト1、塁、で、坂本がね、レフトへ同点タイムリー、ツーベース。で、丸経営してね、ワンアウト2、3塁からね、 丸敬遠だから、次の中田でね、ゲッツーいけるって多分踏んでたんだろうね。で、そこでね、思い切って、だってワアウトにさられて敬とほぼないからね、しかもまだ6回っていうところでね、思い切って日本ハムは、広島はね、勝負手で行ったんだけども、ダブルプレー狙って、で、それをね、インコースね、えー、ちょっと結構窮屈そうには打ったけど、中田がね、ライトよりきっちり犠牲フライっていうところでね、勝ち越しっていうね、一気にこの回逆転。 で7回裏には、ね、ワンアウト、一塁三塁から門脇が、ね、レフトにタイムリーヒットを打ってまあこの試合からね巨人は岡本、そしてね梶谷が、ね、2023特例処置というところちょっと熱発熱したらしくてね登録を抜消されるんだけどもねそこに変わったね門脇そしてね、ねこの試合は、ね、ワンアウトから代打、岡田がねセンターへヒット打ってで長野がライト前に行ってワンアウト、でンれから門脇がね返すというところでそれを変わった選手たちもしっかり頑張ってる4対2ねあこのまま巨人勝つかる。 ってねえ、思ったけども、ね、8回表、ピッチャー高梨、先頭しかフォアボール。これ痛いよね。左で出てきて、左のね、西川フォアボール。で、デビッドソンアウトね。で、代打ゾーンい三振取るけども、ここでね、ツーアウト一塁から相沢ね、フォアボールっていうね。で、ランナー二人ダめでツーアウト一塁、ここでね、大森に代わって代打、末刈りが出てくるんだよね。で、そのまま高梨が行って、末刈に、レフトスタンドでスリーランホームラン、頑張打たれるんだけどここ難しいんだよね。もう高梨変えた方がいいじゃんっていうね。 ところで、ここで言うとね、えー、右だったらね、鈴木康平とかね、菊池とかっていうね、選択肢になってくるけども、そうするとね、えー、左の松山が出てくるっていうね、えー、ところで、松山を取るか、ね、聖金を取るかっていうね、えー、高梨を取るか、リキピッチャーを取るかっていう道路選択で、もうこれはですね金ね、勝負でいこうって言ったら、聖金が、スリーランホームランで、まさかの5対4、逆転スリーランっていうね、 で、えー、その後はね、えー、島内、えー、そして、矢崎っていうところがね、まあピンチをつか、作りながらもしっかり抑えてね、逆転勝利はね、大きいっていうね。そして、30日ね、えー、2対1で、えー、広島っていうところで、京セラドームまでね、さぞに解説言ってましたけども、ね、巨人先発相関の6回11九5安で三334、死球に失って、で、広島先発大沢ね、6回96球、3アでド434、1球無失点そんな大沢俺は調子いいようには見えなかったけどもね、 ちょっとストライクボールはっきりしゃし、まあカットボールとスライダーのね、大きい小さいの。えー 違いあと、カーブ、ホークっていうところも使いながら、まあ、なんとかね、えー、しっかり抑え切ったかなっていうところもある中でね、まあ、広島はね、え、初回先制、先頭、菊池がね、粘りながらセンター前、で、コとのアウトになるけども、ツーアウト一塁からね、西川がね、この追い込まれてから、青木が、ツーボール、ワンストライクからね、アウトコースをツーシーム狙ったやつからね、逆球のインコースに入ってきて、それを西川が見逃すんですね、宇宙かこの時ね、菊地が走ってたんだよね。それもね、ちょうどね、相乗効果で一気に菊池がね、 ルリ類まで帰ってきてっていうところでね、先生。これ逆玉痛かったね。その後きっちり抑えるんだけども、5回ね、先頭の末借にアウトコースの高めをね、ライトスタンド、ポールギャアにホームラン、末借ね、3試合連続ホームラン、グッバッティ。ね。まあだから、これは攻められないね、菅野はね。だから初回のね、逆玉っていうところはあれだったけども、このね、いきなりライトスタンド正解のホームランだからね。で、えー、2対0っていうね、9回にね、えー、巨人、岡田のね、プロ入り初ホームラン、グッバッティ、やってからね。 1>, こう1点返すけども、まあ2対1でね、広島の勝利っていうところになるけども、まあ、この試合をね、もうポイントは、ここだと思う。4回裏、ね、えー、先頭坂本レフト前ヒット、丸フォアボール、ノーアウトに一塁からね、大城が送りバントを決めて、で、ワンアウトに三塁、これ岡田の打席ね、ここでね、岡田の打席の時に、広島の大事サードとファーストは前進守備。ね ほね。ショートとセカンドはもう下がってて、もう1点 OK ですよと仕方ない。同点 OK っていうところで、岡田はね、初球ね、ファール。で、3球連続ボール。で、ね、3ボールワンストライクから、えー、カットボールね、超甘めのカットボールを見逃すんだよね。これね、打ちに行ってほしかったね、正直ね。で、これね、3ボール2ストライクになったところで、二遊間が前に来て、全死守備になるんだよね。で、サードランナー坂本っていうところで、サインが変わるわけ。あの、攻撃側のね。多分抜けてからゴールになって。で、これね、えー、岡田が、 次のねカットボールもセカンドゴロ打って三塁ランナー帰ってこれないっていうところでここはやっぱり、ね、追い込まれるまでにやっぱ対処しなきゃいけないのよで最低内野ゴロ打っておけば1点取れたところでねこういうところがねちょっともったいなかったでその後ねツーアウト2、二、三塁になって吉川がね軽減でツーアウト、満塁から菅野ねでここでね、えー、菅野も粘ってねライト線、ね、ギリギリファールとかねでその中でツー,ツーボール、ツーストライクからね8球目、ね、打った瞬間ねセンター抜けるかというところ大阪が、ね、若干ワンタッチして、ね セカンドゴロなんだけども、菊池は一回二遊間に振られながら前進して走ってきて、すでで取って、シュッ、シッ、アウト。スーパープレイ。こと一。状況とかも踏まえて、こと一菊池のビッグプレーあれはすごいね。あれせ、あれ菊池じゃなかったらセーフだね。正直ね。ほんと、こと一。スーパープレイだったね。そういったところでね、ここ無、無得点にね。 え、巨人はなったっていうところと、広島はね、無失点で抑えるっていうね、このスーパープレイはね、京セラーに行ったけどね、痺れたね。ね。で、その後もね、このね、一、二以下のね、プレイダイビングキャッチしたりとか、非常にね、これ菊池のね、守備っていうところに、え、救われたね、え、試合展開、え、だったかなと思いますね。巨人としてはね、これやっぱり4回だね。ここでトントンっていけるかどうかっていうところ、1点でも返せたなっていうところもあったけどね。その後正解を言って、でもね、岡田のプロ入り初ホームランね、 中断。よかったね。って。ね。まあ、その中でもね、広島の2連勝ね。とていうところで、阪神もね、マジックが消えてどこまでいけるのかね。巨人はちょっとね、DNA どうなるのかっていうね、えー、ところもありますけども、今日ね、どうなるのかね。後で話します。はい。続いて、阪神対 DNA。29日2対3で DNA。そして30日2対4で DNA。現状 DNA の2連勝。あ、今日でね、阪神 DNA、これ2連戦だったんでね。DNA の2連勝で勝ち越しになりましたね。 ということで、阪神はね、マジックがね、一旦消えるっていうね。まだ優勢じゃなかった。水星だった。消えてしまった。ね。でも DNA はね、今巨人が2連敗してるっていうところで、A クラスね、確定のためにはね、ここ差が広がるのはね、非常に大きいかなっていうね。えー、ところで29日で、ね、2対 3DNA っていうところで、えー、阪神先発西周ね、え7回94球、3安打334、意識を無視っていうとね、非常にね、えー、制球も良かったし、コントロールね、内外っていうね、えー、ところの精度も良かったし、非常にね、グッピッチね。 で、で DNA 選抜今中、7回136球、3打5三振、5球無失点っていうところで、まあ、前回よりね、腕の振りは腕も上がって縦振りにね、なってきたかなっていうね、ストレートチェンジアップ特にね。ただね、スライダーの時はね、若干まだ腕が下がるっていうところでね、でも前回よりはやっぱ縦からね、しっかり腕が上がってたっていうところで、ストレートのキレは良くなかった、よ、ストレートのキレはね、良くなったんではないでしょうかうね。で、阪神はね、この試合ね、もうずっと両投手のね、高等なって、で8回ぐらいにね、 えー、ピッチャー、ウェンデルケン今永から変わってねでワンアウトから佐藤がツーベースでノイジーが三振するけどもツーアウト、二塁から坂本がライトへタイムリーヒットで木浪が続いて、えー、岩佐のところで代打、明生がねレフトへタイムリーヒットというところで2点ビッグゲームね久しぶりに甲子園ね帰ってきたっていうところでね、まあ、これでね勝ったかなっていう中でねピッチャーはね、えー、岩佐だから岩崎にね、えー、変わってね代打、海老名センター前ヒットでここで佐野がバックスクリーン右中間に同点ホームラン。 そして、マキが、レフトスタンドでか、2者連続の、逆転、勝ち越しホームランっていうところで、一気に、逆転っていうね、まあ、ところで、ま、岩崎もね、ここまでね、僕率1.34っていうね、え、活躍してる中、これはもう攻められない。ずっとね、0点だったしね、まあ、今年ね、まだ2敗目っていうところはあるけどもね、これはちょっとね、攻められない。ま、あこういう日もね、あるよっていうね、えー、ところで、ね、その中ね、え、1.3になってから、ね、 9回裏、ピッチャーね、森原が出てきて、先頭ね、中野がレフト、ポテンヒット。これは同点ね、逆転さよなら行くぞっていうところでね、ノーアウト一塁からね、えー、森下のセカンドゴロっていうところでね、セカンド巻がね、ファーストランナーのね、中野にタッチしようとしてね、これを挟んでゲッツーにしようっていうところでね、タッチしようとしてファーストがセーフになっちゃうから、先にファーストを投げてっていうところでね、まあ、若干浅かったからね、そのまま中野がセカンドに行ってセーフになるんだけども、 ここはね、4、3、6ていうダブルプレーを狙ったと思うんだけども、まあ、タイミングが悪くね、ファーストランナーをセカンドセーフにしちゃったんだけど、ここはね、やっぱセカンドランナーね、気持ちは分かるんだよね、気持ちは分かるけども、セカンドランナーをね、じゃあセカンドにランナー行かしちゃだめだから、ファーストランナー絶対ね、アウトにしなきゃいけなかったとい,っっいうところで、ね、次、大山来る中で、ワンアウト二塁にしたのでね、ちょっと判断ミスだね。 で、その後ね、大山三振、ね、代打糸原、センター前ヒットになるけれども、代打小幡ね、ショートゴールで勝ち切ったっていうところもあったけど、で、そこのね、ちょっと判断っていうところはね、ちょっと危なかったなっていうところはあるけども、ね、DNA ね、9回、日本のホームランで逆転っていうところでは非常にね、具形だったんじゃないでしょうか。えー、ついでね、30日、阪神対 DNA っていうところで、DNA 先発バーはね、3回55球、2安打234、29、1失点っていうところでね、この3回裏の攻撃でね、近本のあ当たり損ないのね、ピッチャーゴロ取りに行ってね、 ファーストアック送球になるんだけどもバウアーの闘争心と絶対勝ちたいっていうね思いと必死さっていうところがねこれでなんか右股関節ちょっと痛めてまあ、でもなんか普通に歩けてたっていうけどまあ、病院に行くらしいけどねこのバウアーがいなくなると d n a がかなり痛いというねバウアーが中4日とか中5日で投げることによって先発ローテーションちょっとね他のピッチャーが楽になるっていうところでいなくなるとね1人じゃなくて2人増やさなきゃいけない。 可能性も出てくる中で、ちょっと今後ね、心配だけど、どうなるのかなっていうね、バウアーの厚さと必死さがね、もたらしさだから攻められないけどね、無理してほしくないところはあったけど、まあ仕方ないね、入っちゃうとね、それ行くからね、選手はね、まあその中でね、阪神は、バウアーからね、2回の裏、先頭大山フォアボール、佐藤三振ね、大山も通りで三振ゲッツになってね、ランナーなくなるんだけども、ノイジーがね、6号のレフトスタンドでホームラン、ノイジった もう、そうそう、打たないとね、ベンチで引っ込められるよっていうね、えー、ところで一点生成ね。で、えー、その後ね、DNA は4回表ね、コアラレフト前。まあレフト前だけど、サード、サード、ゼロ、あれは処理したかったよね、三遊間ね。こう、取れなくてっていうと、結果はレフト前だけどね。で、その後、エビラの時にね、バンドの構えして、バスター、エンドラ。ね。で、しっかりね、レフト前ヒットになって、ファーストランナー、コアラもね、しっかり三塁行って、で、ノーアドゥ、三塁。で、サノはね、4、6、3、ダブルプレイになるんだけども、ダブルプレイの間に1点を取ってね、最低でも同点に追いつくっていうね。 で、その後ね、DNA をね、6回表。ね、1、えー、アウトから、小原センター前、エビナ三振するけども、佐野がね、センター、えー、前ヒット。で、2アウト1、三塁から、牧がね、真ん中低め、ね、ストレート。あれよ、あれ宇宙間にホームラン打たれたら、もう、きついよ。攻められない。大竹はね。これはもうね、牧のバッティング。あのホームラン。あれよ、バックスクリーン横だからね。で、阪神先発大竹ね、5回3分の2、84球、6アンダ三3、3、4、無四球、4、1点というね。まあ、あの牧のホームラン。 だけだからね、攻められない足かばあの、若干甘くなったけど、しっかり低めには投げてるからね。まあ大竹はね、9勝2敗という2敗目になったけど、まあここまで貯金7だからね、えー、しっかりした活躍、まあ10勝ね、頑張ってしてほしいけども、あれは巻きがね、すごかった。でもその後ね、しっかり阪神も6回裏、ね、えー、中野、そして大山のフォアボールっていうところで、2アウト1塁になってね、佐藤がレフト前タイムリーヒットで、最低でもしっかり1点を返すっていうね、えー、ところでね、まだついていってるからね、 そこもね、ぐっぐっていけるかなっていうね、えー、ところは、あったけどもね、まあその後ね、えー、DNA ね、えー、バウアーなど上地に石川、伊勢、山崎、安崎、ウェンデルケ、森原っていうところがね、非常にしっかりね、いいピッチングをして、えー、失点を抑えたっていうところでね、非常に、えー、え大きかったかなと、え思います。まあ阪神としてはね、このね、バウアーのね、 えー、悪送球もあって、ね、3回裏、1アウト2、3塁になったところで、中野がね、浅いレフトフライ、で、ね、森下三振っていうところで、ここでね、チャンスで1本出なかったっていうね、えー、ところも痛かったし、ね、4回表ねあ、4回裏、大山フォアボールでね、ここかチャンス拡大するところで、佐藤が4、6、3ダブルプレーっていうね、ところでもしっかりね、得点できずっていうところもあったんでね、で、リリーフはね、DNA が踏ん張られて、まあしっかりね、そこは追いつけなかったっていうところはあるけども、まぁ、まあ、気にやられたね。 二試合連続っていうところでね、でもあれホームラ打たれたら仕方ないかなっていうね。まあね、阪神は、えー、マジックが消えたけどもね、まあここからね、今日休みなんでね、えー、次のルト戦でね、どこまでしっかりね、勝ち切れるかっていうところはね、ポイントになってくるでしょう。DNA はね、ここで、え二、ー、つしっかりね、勝ち越したっていうところでね、次は巨人との横浜までの直接対決だからね、ここで一気に引き離せる可能性あるからね、非常に勢いつくね、二連勝だったんじゃないでしょうか。結果ね、DNA の二連勝、ね、えー、でした。勝ち越しです。 さあ、ということでね、えー、今日行われるのはセリフは二0ね、先ほど言ってませんでしたけども、巨人広島というところで、赤星ととこだね。赤星前回よかったからね。 その勢いのもね、やっぱストレートの力強さっていうところをね、出せるかどうかがポイントだし、ま、トコだね、トコだ前回ね、5回3失点っていうところで DAA ね、敗戦っていうところでそこはリベンジしたい。でもトコだね、巨人今年ね、2戦投げてい勝ぱ敗、防御率4.38とね、ちょっと打ち込まれているっていうね。で、赤星は今年ね、2試合投げて6.75防御率っていうね。ま、あでも赤星はね、これね、生まれ変わったあのストレートがね、投げ切れればっていうところで、まあ、巨人はこれ以上負けられないっていうところもあるしね、広島はしっかり勝ってね、0.5ゲーム差でもね、上を攻めたい。今5ゲーム差だからね、 4.5ゲーム差にはしたい。でね、え、巨人は今 DNA3 位に2.5ゲーム差だから、これ負けたら3ゲーム差になっちゃうからね、0.5ゲーム差にしくて、どっちもね、状況的に負けられない。で、中日とヤクルトね、中日、梅めつ、ね、梅めつ、頑張ってほしいね。まあ2軍でもね、ちょっとイニングスはそんな投げてないからね、先発、まあ投げても5回だろうね、っていうところはあるけども、どういうピッチングするかね、トミー・ジョン・シューから復活っていうところで、今日はね、千葉テレビでロッテで解説行くんで、直接は見れないけどね。 ウエストーシしのピッチングね、どんなピッチングするかはめちゃくちゃ楽しみ。で、ここにヤクルトね、小川っていうところで、まあ安定感を持ってね、このまま負けちゃうとヤクルトも最下位になっちゃうからね、ここは大川がね、えー、連敗を止めれるかっていうところが、えー、ポイントになってくるでしょうっていうね。えー、ところで、ね、今日の総チェック、おしまいです。ね、明日もね、え、総チェック出しますので、ぜひ見てください。夏休み、最後の、8月31日、最後の試合です。どうなるのか皆さん楽しんでいきましょう。